勇気の法、熱血火のごとくあれ、大川隆法。第四章、熱血火のごとくあれ。2、大きな仕事を成し遂げる良きリーダーとなれ。20代はまずキラッと光る人間になること。次に成功していくためには、自分をどういう方向に成長させていけばよいのかということについて述べておきます。まず20代では自らを磨き、キラッと光る人間になることが大事です。才能のある人は脳中の霧に例えられることがあります。脳とは袋のことですが、霧をズダ袋などに入れると、霧の先がプスッと袋を破って外へ飛び出してきます。そのように頭が切れ、発想が切れる人はどのような世界にいても必ずその才能が現れてくるのです。20代では脳中の霧のようにスパッと才能が出ている人が光っているように見えます。そういう人の方が上の人にはよく目につくので、引き立てられ、抜擢され、出世街道に乗るように見えます。20代はそういう時代です。まず自らが光を放つ存在にならなければ、周囲の人からなかなか認めてもらえないのです。リーダーになったら人を育てる努力を、しかし尖った霧が人を突き刺すように、欠点をえぐったり失敗を指摘したりして人を傷つけているだけでは大きな仕事はできません。この脳中の霧はやがて大きな器として成長していかなければならないのです。頭の良さを人を傷つける方向にだけ発揮することがあってはなりません。リーダーになったら、どのような人に対してもその人の能力に応じてその人を伸ばしていくという努力をしてください。例えば優れた能力を持っている人に対しては、さらに上を目指すように指導します。天才的な人はあまりいませんが、そういう人がいればその人も伸ばします。平均的な人の場合、その人の長所を伸ばし短所を直していきます。また平均以下の人に対しては、普通の水準の仕事ができるようになるまで何とか持ち上げていきます。そういう各人に合わせた教育方法を取りながら人を育てていくことが大事です。それからチームワークによって人をまとめるということが大事です。何人かでチームを作り、一つのプロジェクトとして大きな案件をやり遂げるという体験は大切なものです。こういうリーダーとしての力は非常に大きなものであり、学校のテストでは測れない能力なのです。5人、10人、あるいはそれ以上の人をまとめながら大きな仕事をやり遂げていくという力は学校のテストでは絶対に測れません。これは実社会においてのみ現れてくる能力です。そしてこのリーダーとしての力は、あなた方が持っている心の広さと
寛容さ、そして度量によって出てくるものなのです。単に自分一人の才能だけを突出させて伸ばせばよいというものではありません。人にはそれぞれの特徴があるので、それぞれの人をそれぞれに伸ばしていくということを考えながら、チーム全体として力を増していくという方向を目指すことが大事なのです。それが良きリーダーの資格でもあります。どうかそういうことを忘れず、心の片隅に持っておいていただきたいと思います。女性が良きリーダーになるためのポイント。今後は社会に出て職業に就き、出世する女性も多くなることでしょう。そこでそういう人に少しだけ注意しておきたいことがあります。女性が社会に出て5年、10年と経験を積み、部下を持つようになった時には、ある法則が働いてきます。それは一つには、女性の上司というものは、女性の部下に対して非常に厳しくなりやすいということです。こういう法則はあまりはっきりと説かれたことはありませんが、実際にあるのです。また別の面から見ると、女性の上司は若い女性を褒めないという傾向があると言えます。女性が男性と違うのはこの点です。男性は女性の部下を嫌いません。しかし、女性は女性の部下に対して非常に厳しく、特に若い女性の部下を褒めません。これは法則としてはっきりとあるので、よく気をつけていただきたいと思います。女性は人を使う立場に立ったならば、女性の部下を褒められるような心境にならなくてはなりません。女性が管理職になるときに、実は最初のネックになるのはここです。男性たちから見ても、仕事ができる女性はたくさんいます。しかし、その女性を管理職にするときに、一番ネックになるのは、女性の部下が使えるかどうかというところなのです。男性の部下を使えないのではないかということよりも、女性の部下を使えないのではないかということが心配されるわけです。女性が女性を使うことが一番難しいのです。女性同士のいじめが一番激しいのです。この女性同士のいじめに男性の方が参ってしまうので、女性を管理職に登用するときにネックになることがあります。したがって、女性が人を使う立場になったときは、若い女性の部下を年が若いという理由でいじめたりしてはいけません。可愛がることが大切です。さらに自分の部下の仕事を公正中立に判断し、適正に判定するとともに、褒めるべきところはきちっと褒めて、その人を育てようという気持ちを持つことが大切です。今は若くて、自分が管理職になった時の姿は想像できないという女性でも、将来その立場になると陥りやすいことなので、よく覚えておいてください。年若い女性の部下を持った時に、若いというだけでいじめてはいけません。他の女性を褒められるような女性は、男性からの
評判が非常に良くなっていきます。そういう女性であれば会社も安心して管理職に引き上げていけるのです。他の女性を使ってくれるようだということがわかるので会社は安心して登用してくれます。個人として能力があることは分かっていても人が使えないとチームが崩壊して仕事ができなくなり全体にマイナスが出るため管理職に上げることはできないのです。これからは女性のリーダーがたくさん出てくる時代になります。女性の皆さんもできるだけ公平公正な判断ができるように他の人の仕事や能力を中立の立場で見ることができるように努力することが大切です。女性だからという理由では許されないのです。男性と同じように仕事をしたければやはり公正中立な判断をするようにしなければいけません。男性が女性の上司に仕える時の注意点。今後は女性の上司に仕える男性もたくさん出てきます。これからは女性の上司にも仕えなければいけない立場になる男性が数多く出てくる時代に入ります。女性の上司に仕えるためにはどうしたらよいでしょうか。そのためにはまず身綺麗にし小ざっぱりすることです。そしてきちんと約束事を守り言われたことはしっかりと行っていくことです。女性は不潔でだらしなく時間にルーズな人は大嫌いです。女性にはこうした面があるので男性は女性の上司に対して生理的嫌悪感を起こさせないよう努力する必要があるのです。女性の上司に仕えようと思ったならばこの点に気をつけた方が良いでしょう。さらに男尊女卑の価値観を振りかざし女性だからという理由でバカにするような態度を取らないことです。女性の管理職に対してもその人の能力をきちんと認め上司を尊敬し立てるという立場を取らなければダメです。そういう気持ちを持っていればあなたのこともフェアに判断してくれるようになります。会社がその女性を上の立場に立たせているということはその人に能力があるということです。必ず能力がある人なのであなたが公正中立であればその人もあなたの仕事を正しく判断してくれるでしょう。